ここはあのなぜか何か懐かしのある場所だの、尾道駅なのだ。うん、皆さん知ってるだろう。なぜかの懐かしのだの。向島行き船乗り場もあるし、うん、まあ船乗り場はのあちこちはあるが、いろいろ映画とかの、私も何度かここに足を運んできているが、何か懐かしい気分になってるんだ。山の上にのお寺もあるし、城もあったの。それではちょっと駅をブラブラしてみようじゃないか。懐かしいところが出てくるかやもしれんぞ。うん、みんな立派になってんの。みんな綺麗になって立派になって嬉しいもんじゃ。昔は小さい駅だったからの、何もないような感じだったが、うん、尾道ラーメン、うん、バスターミナル、タクシーターミナル、いろいろあっての。あの有名な尾道ラーメンというやつかの。うん。うん。うん。ここ登っていったかの、あれは違うところだったよ。ショッピングセンターの中へ入っていったよ。駅はこちらなんだな。ここにもの尾道ラーメン、瀬戸、ここは前一回来たようにも思うの、うん、まあ美味しそうじゃないか。尾道駅ステーションって書いてあるの。まあ人がのお客さんが大でいてるから、まあ邪魔になってはいかんからの。まあここまでとしよう。ちょっとの商店街を見てみようかの。人があまりいると失礼だからの。ちょっと周辺ブラブラ歩こうかの。昔あの山の上にの城が、城のまあちょっと二の丸三の丸みたいなものがあったんだが、まあ宮古の人だの、絵になる映画になる街だから。ラーメンもあるしの、なかなかじゃ。あの尾道ラーメンだ。うん、あの昔の商店街はここじゃなかったっけ。シネマ、懐かしのシネマだって。一度見たいもんだ。なかなか
なかなかだが、商店街はどこだっけな、もっと向こうだったかな、私もの何十年ぶりかだから忘れているよ。商店街でまだ向こうにあったんですかね。アーケード街。昔。ああそうですか。あ、こっち行ったら、ありがとうね。はい。えらい身近になってるような感じだね。新しいなって。前もっと長くなかったかな。前にはもっと長くなかった商店街。長いですよ。長い？あ、そう。うん。あ、そう、一回行ってみます。ありがとう。だって、ちょっと昔との、昔と違うから、面食らったよ。ほれほれ、高いとこあるだろう。うん。昔からこんなんだっけな。うん？何か雰囲気のいいところだな。ちょっとあそこにアーケードあったからな、アーケード見てみようか。美味しそうな店だかな。うん。ちょっとイメージが違うからの。あそこの向こうのスタジオの左入ってみよう。こちらは港だの。ちょっと港も見てみようか。あった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 、あ、そうだって書いてある。なんとも尾道らしい景色だの。あの都線、右へ行ったり左へ行ったり、向こうへ行ったりこっちへ来たり、うん。そして働いてくれているんだの。今もその真正面の船も行っての、今下ろしたとこだ。また新しいお客さんを乗せて戻ってくるのかな。これは国道の石じゃなかったかな。私もの、もう30年か40年前に一度こちらから向こうにの渡してもらって、ちょっと散策してきたことがあるんだろう。なかなかのこういう海のある風景、情緒があるからの。うん、右側の先ほど来た駅の方角なんだ。
みんな散策してるだろう。気持ちいいからの。この黄昏の今5時半か6時頃かな。うん。ぼやっとこういう景色を見ながらの、いつも見ない景色だからなかなか面白いよ。あれ入れ替わるのかな。新しい船が向こうへ同じとこ着くんかな。もうそういうことだな。バックしてきたの。バックか前かわからんが、うん、流されとんな。左から右に波がある感じだな。船が流されている。重たい重たい。風上にの行くのは重たいのだ。うん。タクシーも乗ってるわ。あ、向こうの入っていったぞ、向こうへ。はい、到着。ご苦労さん。お、出てきた、出てきた。元気がいいの。バイクも、車も、なかなか元気よろし。ということは、向こうの島は広いことだの。あれだけの車が1回で出入りしてるんだから、うん、うん、向こうの山の上にの、先ほどお城があったようなこと言っただろう。今はないの、あれ。土台だけ展望台としてのなんか残ってるようだな、あれ。私の時はの、あこにお城的なものがのあったのだ。まあ30年40年前だ。あこには2、3回残っているからの。もう今回は登らないが、その代わりの商店街をもう少しのうろうろしてみようかの。それが楽しみだ。何かあればの、食事もしようと思ってるし。うん。あ、まだ乗ってんの。あ、たくさん乗るの。どんどん乗っていくぞ。全部乗れるのかな。もう満タンだ。まだ行けるか。はい、満タン。
満タンです。ん、また変わった骨が来たの。変わった骨だの。なんかイカみたいな骨だ。お、こちらも出港したぞ。はい、気をつけて行ってね。また戻ってきてね。なかなか港らしい景色じゃないか。皆さんも見たいだろう、こんなとこ一度来たら。うん、広島の尾道じゃ。うん、映画にもなる街だぞ。うん、それではまたね。ちょっと余談なんだがな、私がな40年前ぐらいに来た時はの、ここの階段みたいなのあるだろう、まあ、波桶なんかの、これがもう下までぐちゃぐちゃな感じだったよ。それがの、まあこれきれいにしていただいて、まあ、使いやすいというか危なくないようにのやってくれてるんだ。だからそれから私ものあっという間に40年や50年経ってしまったが、私もそろそろの新しくしないと、あっちもこっちもガタが来てるんだ仕方ないしの、年もいけばのガタも来る。まあそういうことでここはきれいに直してくれてあるの。よかったよかった。さあそれでは行こう。つばめがないとぞ。つばめさん、泣きやんだ。泣きやんだ。
うん、まあ今日は水曜日だからの人は少ないし、コロナで少ないし、まあちょっと地方だからの少ないし、なんかマイナスを掛け算したみたいなとこだの。ちょっと皆さんこんなにいいところだのに遊びに来てくれないかの。可愛いダックスも置いてあるしの、どんどん来てほしいの。うん、今度はの思っていたより長いの。前もこんだけあったかな。まああっただろう。今作ったわけじゃないんだからの。ちょっと向こうもの明るいから、ひょっとしたら何かあるのかもしれん。カニとキツネかな、仲良くしてるがな。みんな仲いいぞ。皆さんもそうだろう。うん、こんな温泉入ってみたいの。ぜひともまた再開してほしいの。